今日はですね、2023年5月14日から27日まで、木曜休みですけれども、銀座のギャラリー、路地裏っていうね、すごいちっちゃいギャラリーで行われた、大江戸狛犬祭り、初日に行ってきましたので、リポートしたいと思います。すごいわな。すごい空間で、すごい空間なんつつつつ、おつつつつ。もしもし、写真撮りますね。もう動画です。一応落語できます。今やるとこです。落語始まります。よかったよかった。みんな飲みたい飲みたい。今回新作の狛犬落語を作りまして、その中で毎日毎日やろうかなと思っておりましたけれども、まあ今日先生、卓先生がちょうど3時過ぎには来るということで、いやいや、お待たせして申し訳ございません。皆さんも飲みたい、私も飲みたい、みんな飲みたいんですけど、我慢していただいて、いやプレッシャーだな。よろしくお願いいたします。暇ではいかんな、亡者どもが全然来やしないじゃんね。青に赤鬼、はあ、閻魔大王様、何？狛犬探し隊隊長の落語はですね、最後に、前編ご紹介するとして、とりあえずは、まあ、会場の紹介なんですが、まあ、とにかく狭いとこにぎゅうぎゅう人が入っちゃって、宴会始めちゃったもんですから、作品をちゃんとしっかりこうフレームに入れて撮影とか、そういう余裕が全然ないんですね。こう距離も取れないしね、こんな感じで、まあイラストであるとか水彩画とか、まあとにかく平面作品が多いんですけれども、まあ、こんな感じでですね。あ、これは焼き物の狛犬。これは明治大学の河野教授がですね、作ったミニチュア作品なんですが、拡大しないとよくわからない。プラスチックのケースの中に、こういうふうに収まってますね。これは、今回の幹事役として大活躍の、狛犬探したいスーパーおかみ、川久保さんの作品ですね。で、この両側にあるのがですね、岡崎の石工、綱川清志師匠が今回、探したいの隊長と副隊長の顔に似せてですね、特別に作ったという。で、左が隊長、さっき落語をやってた人ですね。右が副隊長。この2体は20日に懇親会をやるそうで、その場で、綱川師匠が直接贈呈するそうです。これがまあ私の画札丸なんですが、搬入する前に、撮った写真です。これはこれは小田原の、海老原夫妻の作品ですね。これは佐藤さんの切り絵の作品ですね。このデジタル時計の意味がよくわかんないんですけれども、これもなかなかよくできたイラストだと思います。あうんが、まあ、左側がになってますけど、なかなかこういういい感じのイラストですね。これは恩田よし子さんの、今回書き下ろし作品。これ水彩画。で、まあこんな感じで、こう、狭いながらも、こう、ほっこり感満載で展示されてるわけでございます。
これなんか研究発表みたいな感じのものもいくつかあるんですけれども。ここ、まあ、右側が私の作品というか、まあ、本とね、さっきのガサツマルというガサツな作品を置かせていただいてますね。で、私のこの本の一番左側に立てかけてある緑色のクリアファイル、手に取って開くとですね、中に小説に使ったイラストの原画とかですね、いろいろ入ってるのでぜひ見てください。で、まあ、宴会終わって二次会へ。二次会はそばの中華料理屋さんでとても美味しかったですね、これ。では、最後に、先ほどの隊長の落語全編、くっつけておきますので、お楽しみください。ああ、こう、暇ではいかんな。亡者どもが全然来やしないじゃんね。青鬼、赤鬼。はあ、閻魔大王様、何かご下命を。この頃な、少し亡者の数が少ない、ほとんど来てない。できれば下界に行って、お前たち赤鬼青鬼が調べてこい、なんてんで命令を受けました。赤鬼と青鬼、浅草浅草寺に参ります。これで押さえてる。浅草寺のところで今流行りの三者様の狛犬を使いました。狛犬の御印というものは売り出しまして、その御印をペタッと押していただくと、そのまますぐ極楽へ行ってしまうという大変面白いものが売り出され、評判を呼びまして、ほとんど地獄、亡者の者どもが全然行かなくなってしまったという。閻魔大王は大変にその結果報告を得まして、それはまずい、非常にまずい、このままでは地獄がなくなってしまうかもしれない。釜の蓋が開かないということは大変なことだ。そう、誰か、今盗賊が来てないか。は、ただいま石川の五右衛門が釜茹での風呂に入っております。おお、あの大盗賊石川五右衛門か、これに呼べ。はは、閻魔大王様、ご下命により参上いたしました石川の、いや、五右衛門でございます。おお、五右衛門よく来た。実は今カクカクしかじかで、そういうことになりました。あなたにな、ちょっと浅草浅草寺へ行ってもらって、その狛犬の御印というやつを盗み取ってきてほしい。ああ、閻魔大王様、しかと承りました。ありがとうございます。てんで、石川の五右衛門が浅草寺の奥院に忍び込み、まんまと狛犬の御印を持ってまいりまして、ところが五右衛門はまあ派手好きですから、つい浅草寺の表門の前で見栄を張ります。ありがてえ、勝ち気ねえ。浅草寺の奥院に忍び込み、うべえとったるおけし脈の御印。いや、これは先だって長野善光寺で取ったばっかりだったな。今回は狛犬の御印だ。これせえあら、貞観成就。ありがてえ、かっちけねえ。いただくってんで、ポーンと額に行きましたんで、そのまま石川五右衛門は極楽へ行ってしまいました。以上でございます。ありがとうございます。